皆さんこんにちは、神戸市道場北塾長の小林です。中瀬です。はい、今日のテーマですけども、東大入試よりも難しい入試問題一挙調査ということで、はい、中瀬さんの方でですね、東大入試よりも難しい、ね、入試問題をいくつか探していただきました。まあ、とはいっても、日本ね、過去、100年分かんないけど何十年も大学入試をしてきて全科目あって、なのでもちろんこれで網羅ができているとは思いません。はい、なので探せばね、いやこれだって難しいじゃんっていうのあると思うんで、そういうのは逆に教えてください。はい、なので今回はですね、その一般的に東大入試、いわゆる日本でいうと最難関、入試問題と言われるんですけれども、そこよりも意外とこういうところって難しいところあるよっていうのを、過去数年間分、見てもらってきました。ただ他にももしかしたら探せばあるかもということなので、一応ですね紹介をしたいと思います。あと一応後期入試とかだと、古い問題とかだとむちゃくちゃむずいのとかあるんで、そういうのは当然除外をさせていただいて、皆さんがこれから対峙する可能性のある入試問題でいっちゃ難しいのこんぐらいだから、もし例えばね、高校2年生とかの方がゆくゆく余裕があれば一応見といて、解けるか解けないか分かんないけど、こんぐらいまで出る可能性あるんだと、そういうために使ってもらえばと思います。はい、前置き長くなりましたけど早速いきましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ早速いきたいんですけれども、まず一つ目がですね、2020年度と2019年度の東工大の数学ですね。はい。でね、これね、ちょっと勘違いしないでほしいことがあるんですけど、その2020年と2019年の東大と今回は比較をしたんですけど、今回はね、そう、同じ年で基本的な比較をして見ているので、で、そうすると、その2020、2019の東大の数学って、むしろ、理系数学ですね、例年より難しかったんですよね、実は。はい。特に2020は、ここ数年で言うと東大でも一番難しいセットだったんですよ。ただ、僕として見てみたときに、もちろんね、時間的な要素っていうのはちょっと申し訳ないですけど、省いて、問題だけ比較をしたときに、ちょっと東工大の方がこの2年間に関しては難しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、特にですね、東工大は2019年の第4問といえばね、うちのチャンネルでも某 K さんがですね、お話しされてましたけれども、本当にね、レジェンド問題って言っていいぐらい難しい問題。そうですね。この年はちょっとなんですかね、頭おかしかったんですかね、ちょっと声が立つとあれだけど。いや、定期的になんか頭ぶっ飛んじゃう時があるんですよね。定期的に盛り上がっちゃうんでしょうね。盛り上がっちゃうんですよね、多分ね。多分もうめちゃめちゃ難しいのは分かってるんだけど、会議とかで盛り上がっちゃって、多分これ出したいなって思って出しちゃうんでしょうね、多分ね。そこまで大学サークルのノリではないと思うけど、でもなんかあるんでしょ、狙いがあるんでしょうね。そうですね。もしかしたらね、そこを解ける子とか本当に欲しいみたいな、そういう意図があるのかもしれないですけどね。とか、数年に1回はそこを数学のボーダーにしようみたいな。毎年やっちゃうと、ちょっと多様性もなくなるから、そうですね。何年かに1回ちょっとやろうみたいなことなのかもしれないですけどね。はい。で、それ以外の問題も実際にものすごく難しくて、第1問以外はかなり歯応えのある問題でした。で、しかも2020年度に関しても、2019があんな感じだったから、ある程度簡単になるだろうと思ってたわけなんですけれども、平均的なレベルだったら下手したら上がってるぐらい。だったわけなんですよね。で、2020はね、東大も僕が受けた年でもあるので、めちゃめちゃ難しい年だったんですけど、それでも東大が難しかったかなという印象は僕としてはありますね。はい。2021年はね、数算いらねえじゃねえかみたいなこともあったんですけど、大学の方針が分かりやすい大学かなと、東工大に関しては思いますね。分かりやすいのかな。暴れてる気がするけど、ね、暴れるという方針が分かりやすい。なるほどね。はい、はい、次ですね。はい、次はですね、2020年度の京大の理科ですね。はい。で、理科っていうふうにお伝えしたのは、科学物理が同じ時間というところもあって、そこをトータルで考えたときにめちゃくちゃ難しかったなと、この年に関しては思ってます。はい。で、この年の京大の問題、本当に難化してまして、物理も科学も難化だったんですよ。しかも物理に至っては前年がもう過去最高ぐらいの京大の中でも難しいぐらいの年から難化したんですよね、物理がね。しかも、2019はね、科学は簡単だったんですよ、まだ。ただ、それが科学も難しくなってしまったもんだから、もう受験生にとってはほぼほぼ解けないような入試問題で、もう時間的にも両年もめちゃめちゃ厳しいと。しかも難しいっていう感じでしたね。はい。で、京大はね、結構近年は難しく、だんだんね、問題が簡単になってきたみたいなことも言われてしまうんですけれども、2020はね、数学も難化しましたし、本気出そうかなっていうのをね、少し見えたんですけど、ちょっとこのコロナでね、去年は少し簡単になったりは、やはりしたんですけれども、もしかしたらね、またこれからこういう2020年度の入試が戻ってきても不思議じゃないなという感じを、京大も受けているので、ぜひ頑張っていただきたいなと思いますね。そうですね。はい。はい、じゃあ次ですね、2017年なんですけれども、名古屋大学の数学
ですね。なるほど。はい。まあね、正直言うと、まあ、同じ年で比較したときに2017年度の東大理系数学がそもそも簡単だったんですよ、うんうんうん、実はめちゃめちゃ簡単だったんですね。まあ本当類を見ないぐらいだったので、まあもう合格点もねかなり上がってしまった年なんですけれども、ね、まあそういう意味で言うとね、本当に東大よりも数学難しいよねっていう大学が、まあ、この年に限って言えば乱立してますと、うんうんうん、ただその中でもまあ名古屋大学がかなり難しかったなという印象が僕の中ではあるので、今回は取り上げさせていただければなと思います。はい、はい。まあ、問題としては、まあ、第1問か、まあ、第4問もあって、まあ、1番と3番はね、まあ、名古屋大学で出ているレベルとしては、うん、まあ簡単ではないけれども、まあ、標準的なレベル、まあ、これさえ解ければそれこそ医学部以外は合格できるよねっていうような、うん、レベルになってるんですけれども、まあ2番4番はかなり難しくってですね、まあ、特に4番に関してはもう全く特に一度もないと言っていい問題でしたね。はい、しかもですね、ちょっとまあね、いきなり2017年から話がそれるんですけど、はい、あの名古屋大学実はですね2016年の第4問でやらかしてるですね、はいはいはい、あの名古屋大学確か試験時間150分かなんかなんですけど、数学の試験時間がね確か150だったと記憶してるんですけど、間違ったらすいません。なんですけど第4問がどう考えても2時間ぐらいかかる問題を2016年出してるんですよ。やばいですね。やばいですね。しかもまあめちゃめちゃ難しいんで、うん、まあ、まあ名古屋大学はね割とそういったところが ある大学なので、うん、あの割とね見せつつやっていただけるといいんじゃないかなというふうには思いますね。はいはい。それではですね、次に4つ目に行きたいと思うんですけれども、次はですね、こちらでちょっと年度を指定していないんですけれども、京都府立医科大学の数学ですね。で、まあね、この年、まあこの年というかこの大学に関しては、まあね、ちょっとね、違う方向性なので、まあ常に東大よりも難しいという感じる人がいても不思議じゃないなというタイプの入試問題なんですよね。で、まあこの大学、その難しいというより一問一問が重いんですよ、はい、めちゃめちゃ。もう計算も重いし、もうやることも多いしっていうところで、まあ結構東大の入試問題だと、まあ作業量が多いこともあるんだけれども、まあうまいやり方をすると結構スムーズに問題を解けたりとか、まあ合格点を取るだけならね、別にまあ無理して難しい問題に手を出さなくても良かったりはするんですけれども、まあ、京都府立医科大学はもうとにかく重い問題を必死で、少しでも点数を取りに行くっていうことが非常に重要になってくるので、まあまあ当該と全く違うベクトルで、まあ、難しいなというふうに感じるので、ちょっと紹介をさせていただきたいなと思いました。そうですね、まあ、医大は結構難しいっていう人もいますよね、はい、そうですね、まあ、他もね短科医大難しいところいっぱいあるんですけれども、まあちょっとね、まあ代表例というところでご紹介させていただきました。はい、はい、じゃあですね、まあ、5つ目なんですけれども、まあ、東工大はですね、またですね、2011年の科学ですね。なるほど。これね、僕ね、死ぬほど多分、動画でお話ししてるんですけど、そうですね。これね、僕が受けた年です。はい。はい、でですね、まあね、その、過去最難だって言われてたのが、当時2010年の東工大の科学だったんですよ。うん、はい。で、それをさらにめちゃめちゃ難化させた挙句、一番難しい問題、なんなら過去の科学の入試問題の中で一番難しいんじゃないかっていう候補に上がるような問題を第一問の一番で出してきて、うんうん、科学ですよ、数学じゃないですからね、科学で出してくるというちょっとやばいことをやらかしちゃった入試なんですよね。で、まあ当時ね、あんまりねネットがめちゃめちゃ盛んっていう時代じゃなかったですけれども、はいはい、まあ、レジェンドという言葉が本当ヤフーのトップキーワードみたいに出てきちゃうぐらい、はいはい、すごい本当に当時ね、その検索ワードランキングみたいなのがあるんですけど、うんうん、東工大レジェンドが本当にワードランキングにトップ10とかに入っちゃうようなぐらい社会現象にはなった問題だったんですけれども、はい。でですね、本当に1問目もめちゃめちゃ難しくて、解けるはずない解けなくてパニックになって、で、その挙句、まあ、もう本当にね、問題が、その後もめちゃめちゃ複雑な問題がたくさん出てパニックになりまくったみたいな。で、全然解けずに試験終了みたいな感じで、まあ、僕はね、実際中入ってみてですね、まあ、年多分、受験、合格者の平均点取っても多分半分いってないんじゃないかな、みたいな、難易度だったかな、というふうに僕としても記憶をしています。はい。はい。じゃあですね、次、6個目。こちらがね、ですね、最後なんですけれども、またまた申し訳ないんですけれども、2016年の東工大の物理ということでですね、大学院生ですね、僕ね。うんうん、大学院生だったんですけど、もうほんとね、ま、みんな周りが湧いてたイメージありますね。はいはい、はい。はい。まあ、ね、2011年東工大科学でレジェンドだったんですけど、なんか、やらかしすぎたと思ったのか、2015年の科学まで簡単になり続けて、うんうん、2015年科学センターぐらいの難易度みたいな風に言われてるぐらい、めちゃめちゃ簡単だったんですよ。うんうんうん、で、まあネットでも叩かれ、いやもうこんなの東工大じゃねえみたいなこと言われ、内部生もなんだこれって言ってたら、
やそこまで言うならみたいな感じで2016年の物理でめちゃめちゃ難しい問題を出してきたということがあって、まあ、やっぱ尖った入試といえば東工大かなっていうふうに気はしてますね、はいはい、というわけでいろいろ紹介していただきましたけども、はい、基本的にまあ東工大が頭おかしいということがよく分かった企画だったんじゃないかなというふうに思いますね、はい、東大入試っていうねキーワードを動画に使いつつ実は東工大の話をするという巧みなあのなんか詐欺的な商法に引っかかった感じがしましたけれども結局皆さんは東工大の洗脳を受けているということになると思いますので、はい、皆さん東工大受験したければしてほしいなと思いますが、まあ、最後ちょっと一言だけ何か言わせてもらうと、はい、なんですか東工大ってなんかメンヘラなんですかなんかそのネットで叩かれたら難しくするとかなんかその安定してないですよね、まあ、安定はしないですね、で、なんか東大ってやっぱりまあもちろん上下あるけどもやっぱり一般的な入試に比べるとすごくこう平坦というかバランスが取れてますよね、うんうん、で英語とかも形式も安定してるしちょっと形式変えるときもちょっとずつ変えてくるじゃないですか、うん、一気に全部変えたりとかしないのでこう受験生にとっても優しいかなと思うんですけど、そうですね、東工大ってちょっとやりすぎなこと多いんだよな、東工大、まあ、僕らの時ね科学2年連続で難しかったんであれですけど、うん、よく言われるのはなんか研究室に似たタイプが2年連続で入ってくると面白くないから、うん、その年ごとに難易度をガラッと変えて、うん、あの連続しなんか同似たようななんか違うタイプがいっぱい入ってくるようにしたいみたいな話を聞いたことはありますけどね、うんうん、遊んでるよねまあまああれなんだけど、でもちょっと最近京大も若干東工大化してる感があって、いやそうなんですよね、なんか去年の数学っていうか今年からの数学ちょっとおかしかったし、うん、来年どうなるかなみたいな、もう2020は、ね、2020逆の意味でおかしかったですね、うん、そうなんですよ、なんかいろいろあるかなと思いますね、なのでまあそういうところもね、はい、含めて、まあ、難しい問題ありますから、まあ今日ね挙げた問題ね、もしあの各科目得意だよって人はあの見てみてもいいんじゃないかなと思います、はい、まあ、それが解けるかっていうよりも、まあ、こういうところがね一個入試問題のこうハイレベルなこう上限というかそういうところだと思いますので、参考になる部分はあるのかなと思います。というわけで本日動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日の指定コーナーです。はい、東工大志望なんですが、国語と社会を完全に捨ててしまってもよろしいでしょうかと、はい、私立大の入試でも使わないし存在価値を感じません、高一ですということですね。はい、ダメですよね、あの完全に捨てたら、まあ、マークなんで期待値しか取れないですから、さすがにきつくない、それだとさすがにきついですよね。だから別にそのなんか頑張れとか、必死にやるとは全然言わないですよ、うん、はい、全然普通に合理的に考えて、あの理系科目および英語大優先ですから、あの国語とか、まあ、社会は後回しで全然いいと思います。ただ全くやらないと多分どうですかね、厳しさがかなりあるんじゃないかな。そうですね、うん、まあ、やっぱりあとはね、そのなんだかんだやっぱり東工大って難しいじゃないですか、はい、だから最終的にめちゃめちゃ頑張ってね、いける可能性もあると思いますけど、いけない可能性もあるとは思うんですよ、うん、そうだね。で、そうなった時にやっぱ大学を変える選択肢ってなった時に共通テストの点数でもう一気に下がっちゃうじゃないですか、大学のランキング、ランクが。だからそうなるっていう意味でも、その本当にね、学校の授業ぐらいにはついていくとか、うん、模試ではちゃんと解くとか、うん、そのぐらいの姿勢を見せておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。いや、そうですね、だから別にさ、はい、1日30分やれとかそこまですら言わないけど、うん、あのそうそう、学校のことはね一応まあやっておくとか、まあ、定期テストも超頑張んなくても、まあ、ある程度平均点ぐらいは取っておくとか、うん、まあ、それぐらいはまあしといた方が、うん、いろいろな意味でいいんじゃないかなと思いますよね、はい、まあ、実際ね、その合否判定にほぼ、ね、使われるということがないので、うん、まあ、確かに捨てたくなる気持ちもあると思うし、うん、まあ、実際その足切りも、うん、ほとんど発生する可能性が高くないですよね。まあそうですね、はい、はい、まあ、でも何があるか分かんないですからね、うん、分かんないですよ、だって、ね、こんな人がいますからね、 YouTube でガンガン言ってますから。そうですね、分かるんですよ、足切り出てくるかもしれないですよ。確かに、はい、そう、だからやっぱ万が一があるんでね、だ別に頑張ると言えないですけど、完全に捨てるっていうのはちょっと、そう、うん、あんまおすすめはできない。そうそう、あの力はめっちゃ抜いていいですか、それはまあいいですと、うんうん、だけど完全に捨てるって結構ね言い切ってるから。そうですそうそうそう、高1ぐらいで完全に捨てて本当にやばいですからね。そうそうそう、だからまあ一応授業は聞いとくとかね、うん、そのぐらいはしてた方がいいと思います、はい、ただ、まあ、参考書とかそういうのを、まあ、頑張ってね進めるとかは、まあ、後回しでいいと思います、うん、はい、というわけで本日の話は以上です。